デジタル信号は、信号のうち離散信号の量子化されたもの、あるいはデジタルシステムでの信号の波形を指す。エレクトロニクス用語とコンピュータ用語とでは指し示す、内容が異なる。エレクトロニクス用語でも、デジタル信号処理、デジタル回路、データ転送など、使用される文脈によって指し示す内容に、幅がある。デジタル信号とデジタルデータの違いは、 デジタル信号が転送ある、いや転送など処理されている、デジタル情報に視点があり、時間軸を意識した概念である。対して、デジタルデータは、デジタル処理で得られたデジタル情報そのものを指し、保管されたデジタル情報の一塊を指すなど、時間軸における変化を意識しない。デジタル信号を、デジタルデータと表現する場合はあるが、その反対は、通常ない。 デジタル信号とは、離散信号をデジタルに表現したものである。デジタル信号は、アナログ信号を標本化、量子化して得ることができるほか、コンピュータプログラム等で、デジタルデータとして生成されるものがある。アナログ信号は、連続信号で、ある地点の気温、池のある地点の推進、回路のある箇所での電圧などである。これらは、時間を横軸、 信号の値を縦軸とした直行座標で描くことができる一種の数学的関数である。離散信号はアナログ信号を標本化、すなわち有限個の標本点において値を採取したものである。個々の標本値が正確に測定されず、ある適当な精度で測定した場合、結果として得られるデータ列はデジタル信号である。有限の桁数やビット数で正確な値を 禁止しようとする過程を量子化という。デジタル革命の進行に伴い、デジタル信号が活用される場面は急激に増えている。最近のメディア、特にコンピュータと接続可能なものは、連続信号だったものをデジタル信号で表していることが多い。例えば、携帯電話、ビデオプレイヤー、ビデオレコーダー、デジタルカメラなどがある。多くの場合、 デジタル信号は二進数で表現されるため、量子化の精度の尺度として、ビットが使われる。例えば、ある信号の値を重心で、最大2桁で表したいとする。二進7ビットで128個の離散値を表せるので、7ビット、あれば重心で100までの値を表すには十分と、言える。デジタル信号、1ローレベル、2ハイレベル、3、立ち上がりエッジ、4、立ち下がり、 エッジコンピューターアーキテクチャや他のデジタルシステムにおいて、二つの電圧レベルを行ったり来たりする波形で、ブーリアンの値を表し、これをデジタル信号と呼ぶ。波形を詳細に見ると、実際にはアナログ波形であるが、二つの電圧レベルを表現する手段であることから、これをデジタル信号と呼ぶのである。クロック信号はデジタル回路の同期に使われる特殊な デジタル信号である。絵で示されている波形は、クロック信号の波形と見ても良い。ロジックの状態は、立ち上がりエッジか立ち下がりエッジをきっかけとして変化する。日常体は、一般的には、電圧で表されるが、一部のロジックでは、電流レベルで表されることもある。電圧レベル、電流レベルのいずれを使用するとしても、式位置が、それぞれのロジックで決まっている。式位置より、 値が低い場合は、ロー、高い場合は、ハイと認識される。デジタル回路では、どちらとも判断されない値の範囲があり、その範囲は、各部品の許容さよりも広い。回路ではその範囲を無視し、どちらともつかない結果を生じないようにする。電圧レベルは、ある程度の許容範囲があるのが普通である。例えば、0から2ボルトが、ロー電圧、3から5ボルトが、 ハイ電圧とする。この場合、2から3ボルトは、不正な電圧であり、何らかの故障の時か、ロジックの電圧レベルが変化する一瞬だけ生じる。一般に、回路は完全ではないので電圧レベルの変化には、時間がかかる。このような、不正な電圧を検出できる回路もあるが、多くの場合、そのような電圧をランダムに0や1と認識することになる。 電圧レベルは二申請数値か0、または1を表す。アクティブハイロジックでは、ロー電圧が0を表し、ハイ電圧が1を表す。アクティブローロジックでは逆に表現される。ありがとうございます。